腹いっぱいなの？もたもたしていたら全部ルフィたちに食べられちゃうわよ。そうだぞ、食べられちゃうぞ。魔法、お前の話をしてんだよ。ええ、大丈夫、ありがとう。何か考え事みたいね。やっと取り戻した私たちの国アラバスタ。及ばずながらその復興を助け、人々を導いて国の力になりたい。それは本当の気持ちなの。あ、いいじゃねえか。そうね、正しいと思うけど。だけど私はルフィさんたちとも離れたくはない。みんなと一緒にこのまま。それも偽りのない私の気持ちなの。ビビちゃん。ねえみんな、私どうしたらいい？私たちはいつでもあなたの出す答えを尊重するわ。ナミさん。このまま別れることになってもいいの？大切な人なのでしょ？ええ、大切な仲間よ。だからビビの気持ちに寄り添いたいの。今は一緒にいられればそれでいいわ。思い出の中だとしても少しでも長く。明日菜の花の港で12時まで待つとビビに伝えてきたわ。ビビ、今度は一緒に来てくれるのかな？本当か？一緒に来るのか、ビビ？そうね、来てほしいけど、ここは記憶の世界よ。残念だけど、答えは変わらないと思うわ。あの時と同じ答えだとしても、ビビちゃんが悩んで出す答えだ。しっかり受け止めねえとな。行くか、ルフィ。よし、行こう。今回、メリー号は菜の花にあるはずよ。よし、菜の花に向かおう。しまった。どうした、ルフィ。弁当忘れた。後で作ってやる。まずは菜の花に急ぐぞ。ルフィさん、みんな本当にありがとう。自分が海賊になるなんて考えたこともなかった。そんな人生の選択なんて、この機を逃したらもう一生ありえない。王女であることをつまらないと思ったことはないし、反乱が終わっても国はまだ大変な時期。私が行くならあなたも行くわよね。ねえカル、あなたはどうしたいの？そんなに似ちまうのか？そのマネマネの実ってので変身されちまうと。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。あんな奴が敵の中にいるとなると、迂闊に単独行動を取れねえからな。よし、とにかくこれから何が起こっても。左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。レシアへ。あとアラバスター、ついてかねよ。仲間のためには全てを投げ出してしまうのね。私にはわからないわ。仲間ってそんなに大切に思えるものなの？いやー、
それにしても今回のアラバスタの旅もめちゃくちゃ大変だったな。ナナ、クロコダイルもちゃんと倒したし、これであの大きなキューブは吸収できるようになったんだよな。ええ、でもそれはあなたたちとビビの別れを見届けてからになるわ。ビビ来るかな。ええ、きっとあの時と同じ。そうだな、たとえ思い出でもビビはビビに違いないからな。今回も10億ベリーはもらい損ねちゃったけどね。まだもらう気でいたのかよ。よし、みんなベリーに乗り込め。違う場所だろ。結局こうなっちまうのか。行くぞルフィ、12時を回った。みんなあ、見ろ、来たぞビビだ。お別れを言いに来たの。私一緒にはいけません。今まで本当に冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか、私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。じゃあそこに輪になって並んで。何なんだよリム。黙って手をつないで。つないだぞ。本当は私が触れるか、私に触れているだけで戻せるんだけど、こんな風に繋がっていれば一度で済むわ。うわとは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一味。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。辞書、砂人の遺構と風の巨像。もう死んでもいい。うるせえ、
丈夫か、リム。顔色が悪いみたいだ。別に心配いらないわ。もう戻ってきたのか。まだ半日も経ってないじゃねえか。その様子だとうまくいったみたいだな。半日だと？メモリアと現実の世界では時間の長さが違うの。さて、俺からも朗報がある。でかいキューブを持っているはずの巨像の居場所を見つけたぜ。準備ができたら出発しよう。なんだこれ、変な顔してるぞ。何かの装置か。危ねえ装置じゃねえだろうな。チョッパー触るなよ。わかった。この島に昔からある何かの合成機だそうだが、動かすことはできないらしい。動かせないって？壊れてるのか。さあ、俺にはさっぱりだ。直接リムに聞いてみるがいい。そうか、じゃあリムちゃんに聞いてみるか。リムさんはどちらに行かれたのですかね。私ならここにいるわ。かわいい。これは昔っく合成機、キューブの情報を合成する機械よ。名前はムクチー。それで、そのムクチーは何を合成すんだ。説明するわ。すげえ技術だが、どういう原理なんだ。さあ、ムクチーは昔からあるけど、私にはわからないわ。合成の理屈は、こいつを作ったやつにしかわかんねえってことか。それに、今は動かすことさえできないわ。アディオのやつもそう言ってたな。この機械は壊れてんのか。使える人がいないの。ムクチーは訓練されて、息の合った二人にしか使えないから。腕が四本あれば一人で使えたかもね。一人なら息を合わす必要もないし。あら、四本あればいいのかしら。任せてちょうだい。当然の結果ね。お、腕が鳴るな。
さあ食え。よし、宴だ。乾杯。さてと、行くか。アディオは橋の前にいるみたいね。みんな準備はいい？待て、アディオ。ん？どうした？巨像の居場所、あんたどうやって見つけたんだ？簡単なことだ。場所の目星はついていたんだが、今までは入る鍵がなかったのさ。都合よく鍵が見つかったってのか？どうも話ができすぎてねえか。そうでもねえぜ。イカズチの巨像が落とした赤い玉があった。あれこそが鍵だったのさ。納得できたなら行こうか。次の巨像がいる砂人の遺構へ。橋の前にいるみたいね。みんな準備はいい？また巨像と戦わなきゃいけねえのかと思うと気が重いぜ。こいつだ、見てろよ。この砂ぼこり。嫌な予感がするわね。誰が何の目的でこんな場所を作ったんだ？さあな、俺もこの遺構を探検するのは初めてだけどな。なんだここ。着いたぜ。砂人の遺構だ。ここの結界は。見りゃわかるよな。またかよ。龍砂はアラバスタで見飽きたぜ。サンディ砂漠の龍砂、規模は小さいけど、それより流れは速いみたいね。脅威の度合いとしては五分かしら。そうだ、いい考えがある。なんだルフィ、なんか思いついたのか？まずはリムのところに戻ろう。リムなら小屋に戻ればいるはずだ。おい、リムに会ってどうすんだよ。俺たちにも教えろよ。シッシッシッ、秘密だ。なあロビン、ルフィはリムのところに行って何するつもりなんだ？さあ、何かしらね。あ、
ずるいぞロビン、その感じもう分かってるだろう。それじゃあ龍砂を超えるために思い出の世界から連れてくるっていうの？面白いだろ。ある程度のものや動物くらいであれば持ち出すことは可能よ。待て待て、どういうことだよ。思い出の中から何か持ち出すってのか。いや、そもそも思い出の中から持ち出すなんてことができるのか。キューブに変えることで持ち出せるようになるの。ものによっては持ち出しておける時間に制限はあるけど。じゃあ大丈夫だな。よし、行くぞ。引っ越しクラブを連れて行くだと？ああ、いい考えだろ。引っ越しクラブならカニカニポートの看板のところに行けば会えるはずだぞ。また砂漠へ行くのね。今回は俺とルフィとウソップか。なんでまた俺なんだよ。そんなの知るわけねえだろ。ひとまず例の輪を探すぞ。どこだ輪。ちょっと待てルフィ、闇雲に動いても見つかるとは思えねえ。だがわからねえなら勘で行くしかねえだろ。多分こっちだ、ついてこい。よしルフィ、ゾロと反対方向へ進むぞ。なんでだよ。なに？ところであんたたち、ひょっとして麦わらの一味か。おう、なんでわかったんだ。手配書を見たこともあるし、わかるさ。こんなところで有名人に出会えるなんて光栄だよ。特別にこれはタダでやる。もこれってキノコか。ああ、砂漠地帯に生える珍しいもんだ。非常食にもなるし味もいい。ぜひ食べてくれ。そりゃいいな、受け取っておく。なあ、一つ聞きてんだが、叶えてほしい願いとかねえか。願い？突然妙なことを聞くな。俺様は冒険で出会ったやつの願いを聞くのが趣味なのさ。ロマンがあるだろう。願いね。強いて言うなら、そのキノコを海賊狩りのゾロに食べてもらうことかな。あんたのお墨付きともなれば飛ぶように売れる可能性もあるだろうし。おっと、そろそろ仕入れの時間だ。俺は失礼するよ。ん？仕入れも済んでないのに開店してたのか。ああ、ちょっと気が早かったかもな。とりあえず俺は行くよ。じゃあな。このキノコをゾロが食べるだけでほつれが解消されるのか。案外簡単だな。
肉が良かったな。もらえただけ良かったじゃねえか。でも見たことねえキノコだし、一応ちゃんと調べた方がいいかもしれねえ。そうか。まあ多分大丈夫だろ。おいおいお前ら、あんな怪しいやつからもらったキノコなんて。もう食っちまったぞ。何？吐き出せゾロ。んなことできるわけ。ゾロ、おいしっかりしろゾロ。キノコそんなにまずかったのか？いや、多分これは毒キノコだったんだ。とにかくすぐに薬を作らねえと。どうすんだ？確か前にチョッパーが。アラバスタには解毒剤に使える苔があるんだ。へえ、そりゃ便利だな。もし俺がいないときに毒に当たったときは、まずこの苔を使うんだぞ。そうだ、解毒効果のある苔だ。海辺で繁殖してるってチョッパーに聞いたことがある。この辺りで海って言えば西の入り江だ。わかった、西の入り江だな。おい待て、ルフィ、お前どんな苔か分かってんだろうな。任しとけ。本当か？俺はここでゾロを見てるから、任せたからな。よし、行くか。わかんねえ。どうし。すげえ、久しぶりだな。俺、苔を探してんだ。ゾロが毒で、苔がいるんだよ。この近くに苔があるはずなんだ。教えてくれ。仲間が大変なんだ。苔の場所を教えてくれ。これがウソップの言ってた苔か。ありがとうな、マツケ。よし、これでゾロが助かるはずだ。急いでウソップとゾロのところに戻らねえと。大丈夫か？
海賊狩りのゾロとその仲間の首もらったぜ。海賊狩りが倒れてる、今がチャンスだ。ルフィ、早く戻ってきてくれ。ウソップ、ルフィ、おせえよ。悪い、でも苔は取ってきたぞ。そうか、でかした。仲間が一人増えたところで何だってんだ。やれ、うわ。来るぞルフィ。おう、邪魔だ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィング。これだ。キュルルルルルル。もっと強いやつ。俺は、ゾロ、これを飲め。ルフィが取ってきてくれた薬だ。もう大丈夫だからな。おお、目が覚めたか。気分はどうだ、ゾロ。よく寝た。いや、のんきすぎるわ。お前、毒で倒れて死にそうだったんだぞ。そうだったのか。覚えてねえのかよ。お前が倒れた後大変だったんだからな。ルフィは苔を探しに走って、俺は賞金稼ぎたちに襲われるしよ。そうか、そりゃ悪かった。ゾロ、もう大丈夫だな。迷惑かけたな、船長。よかった。お前、俺たちに毒キノコを渡してきた証人じゃねえか。よかったってどういう意味だよ。それはなんだ。ん、俺たちメモリアに戻ってきたのか。その通りよ。お帰りなさい。やけに中途半端なタイミングで戻ってきちまったな。すごいな、ちゃんと解毒できてるぞ。でも毒を持った商人がそんなことを言うなんて、おかしな話ね。おかしな話だ。絶対なんかあるよな。ああ。あんた、分かってないでしょ。あいつの事情に興味はねえが、直接本人に聞けば分かるだろう。力もまだ取り戻せてねえ。さっさともう一つの記憶のほつれを探しに行くぞ。
おい、あいつあの商人じゃねえか。なんか様子がおかしくねえか。ひとまず声をかけてみるか。だから俺はもうやめるって言ってるじゃないか。ああ何言ってんだお前。兄金さんの弟だから使ってやってるのに調子乗りやがって。この野郎、 お前たちももうこんなことはやめるんだ。てめえどの口が言いやがる。どうやら痛い目に遭いてえようだな。覚悟しろよ。おい、なてめえらは麦わらの一味。このさん仲間だったんじゃねえのか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。俺たちを邪魔しよってんならてめえらからやっちまうぞ。おいおい、お前ら一度俺たちに負けてるだろう。そんなの関係ねえ。覚悟しやがれ。お前らがその気なら受けて立つぞ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。二刀流、いよいよ羅生門。まだだ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。行くぜ。くらえ。くそ。さあ、くらえ。終わった。どうして俺を助けた。あいつらが気に食わなかっただけだ。まあこういうやつだ。あんまり考えすぎない方がいいぞ。この前は悪かった。許してくれ。そんなことはもうどうでもいいんだよ。いや、よくはないだろ。それよりお前が言ってたよかったってのはどういう意味だ。毒キノコを渡してきたのはお前なのにゾロが助かってホッとしてただろう。まあさっきのやりとり見てたらなんとなく察しはつくが。本当はあんなことはしたくなかったんだ。なんか理由があんのか。最初はその日の食い物にも困る生活から抜け出そうと兄貴が始めたことだったんだ。兄貴は昔から体が丈夫で喧嘩にも強くて、ある程度の海賊になら勝つこともできた。そいつらを捕まえて海軍に引き渡す。俺は兄貴の手伝いをして生活費が稼げればそれでよかったんだ。じゃあ最初は兄ちゃんと二人で賞金稼ぎをやってたってことか。ああ、そうしてるうちにいつの間にかその辺の荒くれ者たちが集まってきた。兄貴はそいつらを束ねるようになって欲深になっていった。そして今回みたいな卑怯な手口を使ったり海賊以外の金持ちも襲うようになったんだ。そりゃもう賞金稼ぎじゃなくてただの賊だな。ああ俺はもうこんな生活は嫌だ。兄貴にも早く足を洗ってほしい。兄貴にはちゃんと言ったのか。もちろん言ったさ。でも聞く耳を持ってくれなかった。だからって俺に兄貴を見放すことはできない。今俺が生きていられるのは兄貴のおかげだから、うん、恥を承知で頼む。兄貴を止めるのを手伝ってくれ。言われてもな。こいつの願いを叶えねえと俺たちの力も戻らねえ。やるしかねえだろ。まあ一番迷惑かけられたお前がそう言うなら。
よし、おっさんの兄ちゃんを止めりゃいいんだな。ありがとう、本当にありがとう。そういや、おっさんの兄ちゃんはどこにいるんだ？兄貴は仲間を引き連れてこの町に戻ってきてる。今は確か南の裏通りあたりにいるはずだ。よし、さっさと行くぞ。ゾロ、お前は迷うんだから前歩くんじゃねえ。ああ、港へ行く道の途中に噴水があっただろ。それが分かってりゃ迷わねえよ。あ、おめえにそんな知恵があったとは。そういえばシャボンディ諸島でも似たような知恵を絞ってたな。すまねえゾロ、疑っちまった。よし、行くぞお前ら。いや、よし。ああ、趣味だ。何？毒で倒れてるんじゃねえのかよ。知らねえよ。つうか、なんでお前がそいつらと一緒にいるんだ。俺はもうこんなことは終わりにする。あ、何言ってんだ。俺たちを裏切るってのか。裏切るわけじゃない。もうやめるって言ってるんだ。兄貴にもやめさせる。そんなこと本当にできると思ってんのかよ。よし、こいつもまとめてやっちまえ。やるか。狙いは外さねえ。うっさーペガーパンダー。相手にとって不足なし。三刀流王三千世界。これだ。覚悟しろよ。ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカー。もらったぜ。これでどうだ。やるか。三刀流王三千世界。俺が相手だ。まだまだ。刃こぼれすらを刀のためにしてやる。覚悟しろよ。このシュベベベベベベ。そこをどけ。なかなか。おいおい、こりゃ何の騒ぎだ。兄貴、ようやくお出ましか。こいつがおっさんの兄ちゃんか。お前どうして麦わらの一味と一緒にいるんだ。
兄貴、こんなことはもうやめよう。これからは商人として真っ当に。はあ、笑わせるな。この間もそんなこと言ってたが、大体誰のために俺がこうして賞金稼ぎをやってると思ってんだ。これまでのことは感謝してる。でも最近はいくらなんでもやりすぎだ。海賊以外の人まで襲うなんて。うるせえ。この世は金だ。金が手に入れば何だっていいんだよ。そんな。こいつ全然話を聞かねえな。弟がこんなに必死になってんのに。話を聞かねえのはそこの愚弟の方だろう。弟なら兄貴の言うことに黙って従っておけばいいんだよ。そんなのはもうできない。この分からず屋が。いいだろう、叩きのめしてしつけ直してやる。そんなこと俺たちがさせねえ。笑わせる。こっちには数がいるんだ。全員でかかれ。あっちがその気なら俺たちは相手してやるだけだ。この感覚は。ああ、力が湧いてくる。よし、行くぞお前ら。試してみるか。よし、行くか。やらせに、すぐ行く。これからだ。俺が。ギアセカンドゴムゴムのジェットウィング。やってやるか。ひどい目にあっても知らねえからな。やらせねえよ。止まんねえから。これだ。ゴムゴムのジェットウィン。またやれる。二刀流、いよい、羅生門。逃げるなら今のうちだぜ。うっさーペガーパウダー。昔はもっと。いっ、こいつ根性あるな。弟の言ってた通りの丈夫さだったぜ。兄貴、こんなにボロボロになったのはいつ以来だろうな。俺の負けだ。俺たちはもう飢えてただけの子供じゃない。こんなやり方じゃなくたって生きていけるよ。だからお願いだよ兄貴。くそ、わかったよ。俺だって引くに引けなくなっただけだ。お前にそんな顔をさせたいわけじゃなかったんだ。兄貴、よかったな、おっさん。ああ、本当に本当にありがとう。いいってことよ。弟に感謝するんだな。ああ。うお。お帰りなさい、
今度も無事に記憶のほつれを治せたみたいね。なんか大変だったけどな。でもおっさんたちが仲直りできてよかった。あれってそういう話だったか。